別に好きで話してるわけじゃないわ。ただちょっとよ、昨日妹高2。背が伸びたね。もう結構伸びた。もういいで。このお方、先輩、具体的には…ここからが、私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は、クドキ・ホーダ。今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と、まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中。先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。ターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、おそらく補修ね。補修ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補修だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補修が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。ってもう槍を構えてる？十矢。よし、いっけー。って、うわ、チャージスイッチが入れっぱなし。
私はとんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はあ、よかった。香西くん、あなたのことが大好きです。ちょっと、いくら先輩でも抜け駆けは許しませんわ。香西先輩と付き合うのは。それは私が。やはり今のあなた、香西様は眼力が強化され、普段私はエコロ、人間に愛を運ぶキューピッド、つまりは天使です。モテすぎ？ああ、先輩はやればできるお方ですのに。せっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげたのに、その後の補修でまたやらかしちゃうから。まったく先輩。ごっくん、私たち天使学校さん、私の担当は通常。あ、はい、今の方代様は今日明日。薄い反応でした。違います、悪魔。そう、全てはその通りです。では早速、
しモードです。ワクワクするにゃ。すぐっぽいにゃ。ちょっと、気をしろにゃ。
コン？まあ、今さら納得。セーブしますね。私たちの家は代々悪魔、なるほど、フェロモンが私の悪魔、ちょ
悪魔が見えるってことは。ねえ放題、今日一日私たちを手伝ってみない？そしてこのゴミ、先ほどは胸に。もし忍法に困ったことじゃ。宝来様、ここルートを選んでください。マヤ様に。マヤ忍様を選ぶのです。わかりました。それがあなたの意思ならば。そのような愚かな行為は。この人はまともそうで。まずはこのいじめてください契約書にサインをして。いえ、この悪魔の槍。こいつらに悪魔の槍を。悪魔がいたずらする。そんなこともわからないなんて。いえ、悪魔の槍。本当に。さあ、ゲーム。いや、よーく。はい、それこそダークパワーの化身。
Thank you.
それではノンストップで出発進行。すごく良かったです。Thank you.
話を。
てそんなに上手なの？Yeah!
も今日の放題は信用できないのよね。悪魔に疲れ。私は女子更衣室を調べるわ。素人なんだからあなたはおとなしくしてて。女子更衣、ふっ、怪しまれても私。女性の着替えというものは時間がかかるものなのです。それはクロナのせいじゃ
私今とっても快じゃあお任せください黒野様ホーダイいえ黒野様に逆らまだ私があなたをカレンチで背徳的お忘れですか宝大様忍様がまずはしさあ何をしてもらおうかしら主人が足を出したなら犬のやることはわかるわね使えない犬ねそれでいいわそれでいいのキスしなさい殺されたいのそこ違うダメ犬使えない犬ねそこ違うダメ犬すごくよかったわご褒美をあげなくちゃねなかなかよかったわご褒美をあげるの玄関マットね耐えてるそれで耐えてるのかしらなんて無様な格好なの犬ね。それでいい。舐めなさい。犬が主人に逆らうの？こっちだ。感じるわ。まあ、あなたならこんなものなのかもね。なかなかの忠犬ぶりじゃない。ご褒美をあげなくちゃね。耐えてるの？それで耐えてるのかしら？腰をくねらせてるんじゃないわよ。このクズ虫。ご主人様に踏まれて喜んでるの？ふふ、変態な犬ね。少しは根性あるじゃないさあ忠誠を誓いなさいそこ違うダメ犬キスしなさいいい感じよが凝ったわ揉みなさい使えない犬ねちゃんとやりなさいよああ犬が主人に逆らうのなんでここまで使えないのよあなたって最高さあ足を開きなさいあなたの爪いつまで持つかしら何ぐにゃぐにゃじゃないまあよく耐えたと褒めてあげるわ
あなたは最高のクズ虫よ。自分のクズさを誇りなさい。いいわ、ゾクゾクしてきた。最高。ほら、生意気な犬だけど。でもいいわ。あっ、え、私、あ、しまった。すず、引っ越え、いやー、許さない。あの、あ、でしょう。違うもん、違うもん。悪魔なんかに操ら、話をそらしましたね。うん、違うの。悪魔ハンターとしての力、私の法力はすごく弱いから。かっこ悪いよね、私。マヤはこんなものなくても。ごめん、ホダイ。やっぱりちょっと心の整理つきそうにないし。それとありがとう。急いだ！ダメー！
ホーダイさん。Thank you.
心も闇に染まりきった完璧な仕事。そうだ、さあ、やっちゃおうでか。落ち着いてください。魔物の内部から悪魔ハンター得意。宝大様。はい、宝大様。始めを受けて許せるわけない。そこをなんとかお願いです。クルナだって。そうなんですよ。ならさよなら悪魔さん。それはあなたがいて、さっきのは。
モテを…で…あ、忍様のおかげで悪魔はいなくなりましたが、まだダークパワー…放っておいても明日には治って…放題も暇だね。これでいいのか？お、ロックだな。これでいいのか？ありがとな。また来てくれよな。しのぶちゃん、私が修行してた3年間、ずっとお兄が授業中なんかあくびしただけ。お兄が捨てたプリントの裏に書いてあったポエムが素敵だったとか、いろ今私はものすごく突っ込みたくて仕方ないのですが、一度もあのしのぶごめん、お兄。
結局ガーディアン。何放題。わざわざそんなこと言いに来たの？あの悪魔が言ってた。あなたの私を魔物から助けてくれた力、本当に天本当。今日は私が悪魔と戦ってたけど、最初に受けた命令じゃマヤが。神園家は代々悪魔ハンターの家系なんだけど、その中でもマヤの力は飛び抜けているわ。歴代の中だからマヤは3年間本家の修行を受けて、私はこっちに乗る。ううん、自分でよくわかってる。マヤの力を見るたびいつも思う。それでもあの子は私を慕ってくれるから、私はあの子のお姉ちゃんで居続けられた。今日だって私の力を証明しようと思って、本家の人たちに無理を言ってマヤと役目を入れ替えてもらう。今回のことがうまくいけば本家の人たちを。私は力のある妹に嫉妬してたのよ。その上
私は砲台に天使様の力があるって聞いて、あなたにまで知っ、私もう疲れたのよ。悪魔ハンターにもあの子のおね、砲台様、これは説得は難しそうです。ドキドキフィールド、今は忍様も弱っています。これもあなたのためです。恨み事ならお二人が結ばれた後にいくらでも聞きます。ドキドキフィールド。大丈夫です。今の砲台様の力で。砲台、お願い、私、どころか固く、砲台、私のことはもう放っておいて。砲台にわからないことよ。砲台、もしよかったらだけど、あなたのその、私は無理でもあなたならきっと。じゃあね。本当に申し訳。砲台、悪魔を懲らしめるのは必要。悪魔の中にもいい子はいる。だからできたら私は悪魔とも天使とも友達になりたい。傷、マヤさん、もし？目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。もう時間もありません。急いで公園に行きましょう。
いっぱい買っていってくれよな。これでいいのか？お、ロックだな。お金、また来てくれよな。目的地を目指しましょう。では、先に進みましょう。
そう、そういうことね。マヤ、私のことなんか放っておく。重責を全部押し付けてこれ見よがしにあなたと、そんなの、そんなひどいことして、だから私は3年間
あなたとも距離を置いたのに。気持ち考えてないのはしのぶちゃんの方だよ。マヤ、私はいいの、しのぶちゃん。お兄のことは好き、今でも大好きだよ。私の大好きな二人が幸せにならないことの方が。そんなの私だって同じ。違う、全然同じじゃ。そうでしょ、お兄。お兄はしのぶちゃんを諦めて。謝らないで。私でもしのぶちゃんは違うでしょ。この3年間もし私とホーニーが付き合って、でも、おお、多分そのうちわかるよ。これ以上は多分平行線。私にも何というわ。見て、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 見
昇天させるぐらいでなければまだ言ってる意味がさっぱりわからないんだ。今の私はただのあなたは、ああそれがちょっと気合を入れてここまでなんとかさ